広島県立世羅高等学校は、広島県世羅郡世羅町にある県立の高等学校。陸上競技部は、駅伝競争でその名が、全国に知られている。男子駅伝では、全国高校駅伝大会の、第1回、2回大会を連覇するなど、高校駅伝の草分けとして知られ、かつては、小林、中京とともに、高校駅伝後三屋と呼ばれた。 1980年代後半から2000年代前半は低迷したが、2000年代中盤以降は、海外からの留学生の活躍もあって、息を吹き返し、出場50回、優勝11回、入賞37回の実績を持つ。令和2年の優勝で、昭和、平成、令和と3つの時代でタイトルを獲得した。陸上競技マガジンによる、 過去の入賞を集計した得点ランキングでは全国トップである。2002年からケニアからの留学生を獲得し、国際交流という建前で駅伝部の強化を行っており、同ケニア人留学生らも全国高校駅伝で活躍している。2015年と2020年には男女ともに全国高校駅伝大会で優勝した。2度のアベック優勝も 仙台育英高校と共に最多体である。1999年3月5日、韓国日報が、君がよで、悩みの校長の教え子たち、5年前からタップコル公園で、謝罪の参拝という見出しを打ち、セラ高校の生徒たちがタップコル公園の3.1運動記念塔前で、膝を折り、頭を垂れているという写真を添えて、 日程侵略と植民地蛮行を謝罪する文章を朗読したと1998年10月16日の様子を社会面トップで報じた。記事の中では事実とは異なる内容であるが、セラ高校の国旗問題も取り上げており、これまで5年間謝罪修学旅行を許可してきた校長先生が日程軍国主義の象徴である、 日照期形容や君が予性省に反対する教師たちと教育委員会の間で悩んだ末に自殺を選んだのだろうというセラ高校の謝罪旅行を案内してきたという韓国人の声も報じたこの韓国日報の内容を翌3月6日産経新聞が報じ一方的に謝罪する行為はかえって信頼や友好を妨げる本当の友好とは 言うべきことを言い合って気づかれるものだ。日本の一部の教師が持つ思い込みや非常識さが、この修学旅行のような、広島県の異常な教育の背景にあると、高橋志郎明城大教授の批判の声を乗せた。後日、産経新聞による教師への取材によると、韓国で、どう報道されているかはわからないが、宣言文を読み上げる前に、 生徒たちが座った形で集会を開催。座ったままで黙とうした。眠たさのため頭を下げていた生徒もいたと思うと話していたという。また、読み上げた宣言文の内容については生徒たちが考えたものだという。同日の読売新聞の取材に答えた教諭の話によれば平和学習の一環であり謝罪旅行ではない。 3.1独立運動記念日前では、座っただけで、ひざまずいてはいない。韓国の新聞で、謝罪文としているのは、宣言文で、生徒が考えた。垂れ幕には、平和を作ろう、私たちの手でと書いてあり、謝罪の言葉はないと主張している。鎌田里氏は、著書、家族が自殺に追い込まれる時において、産経新聞の記事と、同様の内容を掲載した。 週刊文春3月18日号を死者に無知打つ記事であると主張したが、謝罪旅行として報道のもととなった韓国日報への言及はなかった。ありがとうございます。